やつ今度は。なります。今日はね、22回目。まあね、21回目で、ね、ちょっとレベルポンと上がってしまったので、22回目のスプレーアートは、なぜ書かなかったんだろうと思うね。夕日。夕日を書いていこうと思います。ちょっとね、夕日を書くとね、面白くなるんで、夕日の海をね、書いていこうと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。じゃあ始めまーす。まずね、このちょうどいい夕日の、サイズ的にね、このように小さいやつを用意してください。で、まずね、印をつけます。印ね。で、夕日の場合は、下から濃い色。赤、オレンジ、黄色、白という順ですね。オレンジ、黄色、白。この順番覚えてくださいね。赤、オレンジ、黄色、白、グラデーションかける感じですね。で、置きます。戻します。で、次に、ここ、もう、下から濃い順でしょ。赤、オレンジ、黄色、白。で、背景の場合は逆になります。濃いのが上、薄いのが下ですね。なので、赤が上です。オレンジ、黄色、白、こんな感じで、まあね、ちょっと夕日なんで、ちょっとね、星をね、上にね、描いてみると、ちょっとリアルになりますので、ちょっと星をね、描いてみてください。はい、これでね、夕日が出来上がってます。じゃん、はい、夕日ですね。こんな感じで。ここからこれを海に持っていきたいと思います。じゃあ、ちょっとやってみましょうね。ちょっとね、描きやすい、ね、初心者でも描きやすい描き方しますので、ぜひ真似してみてください。こういうね、線を引くと、まあ、木でもいいんですけども、木をね、水の、ちょっとね、海の水平線っていうの、そのところに代用するんですけども、まあ、ちょっと軽くね、こんな感じで線が分かるようにしてください。で、この後に、このスポンジ、何でもいいです。このね、自分で気持ちくんとか、そのスポンジ使ってるんですけども、この角に黒を乗せて、軽くね、黒を乗せて、これね、ちょっと僕のね、ちょっとした山をね、描いていきます。気持ち的に、これなんか変わるんだ。はい、ここまで来ましたら、またこれをね、やります。で、次に、赤、外側から赤、オレンジ、黄色、白の順番で中心にやっていきますね。これ一番外側から赤、で、オレンジ、黄色、で、白。ここまで来たら、体全体にしよう。で、ここからね、ここから何をか、指をね、3つまとめてもらって、なぜか、1回やります。途中で止めると波がおかしくなってしまうので、もう一番端っこまで止めてくださいね。最後の仕上げに夕日なんかも一番奥が黒くなるので、軽く黒を吹いてあげてください。黒ね、こんな感じで夕日が出来上がります、ね、波と水平線と奥に、ね、山があってこれが夕日の描き方ですね。まあいろいろね、種類はあるんですけども、自分のこの描き方をやってます。でこんな感じでね、ちょっとね、まあ、慣れてきたら、ここにね、ヤシの木、ヤシの木を入れてもらってね。自分はね、スポンジで描くんで、筆は一切使わないんでね。ヤシの木を描いてもらったら、このね、風景みたいになりますので、ぜひね、このね、夕日、チャレンジしてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、ありがとう。じゃあ、23回目か。で、またお会いしましょう。じゃあね、ありがとう。バイバイ。